眞子さま、小室圭さん、結婚おめでとうございます。今皆さんが、日本中の皆さんが注目されてると思うんですよ、このお二人に。それで本当のところはどうなのかなとか、それからこのお二人本当はどういう、こう上下関係とか、まあいろいろどっちが強いのかなとか、どっちがリードしてるのかなとか、いろいろあると思うんです。それから将来大丈夫なのかなってこう皆さん、考えられると思うので、私勝手に余計なお世話ですけど占ってみました。余計なお世話なので、あくまでも余計なお世話だと思って聞いてください。まず眞子さま、1991年の10月23日生まれです。祝謡は必祝と言います。この必祝ってのは27祝あるんですね。でその中で一番強い、体力もあります。そういうこう穏やかに見えるんですけども、実はすごいこう芯の通った方なんですね。でとても頑固で、自分が納得できなかったら誰に何言われても従わないようなところがあります。でもすごく心の中に秘めたるエネルギーを持っていらして、それに目標などに向かってもうずっとまっしぐらに進んでいかれる方です。成人になられてからの方がもっと運気が上昇する方なんですね。大器晩成型だと思います。ご本人はとてもさっぱりとした性格の方で、とても清らかな生活感のある方です。で人付き合いはあんまり得意な方ではありません。ご公務ではたくさんの方たちと触れ合ってこられましたが、プライベートでは、それほど得意な方ではないのかもしれません。そして一人でも平気な方です。これからおそらくニューヨークで、お仕事をされていかれるかと思いますが、仕事運はどんどん上がっていきます。何よりもこの眞子さま、財力があります。運勢で財力の運があります。それからすっごく努力をされる方ですから、多分将来は大丈夫だと思う。さらに粘り強さがありますから、一生懸命アメリカで頑張っていかれるんじゃないかなと思います。お子さんにも恵まれます。ただ家庭的にはですね、まあ、頑固なところがあるので、もうちょっと優しさが必要になってくるかもしれません。ただすごく強いので、海外に行っても怖いものなしで、ご自分のこうやりたいようにやっていかれることができると思います。人がなんだかんだ言っても惑わされないで、記者会見、そうですよね、まあ日本中の皆さんがいろんなことを言ってきましたけども、惑わされない、もう芯の通った性格そのものが記者会見出ていたんじゃないかなと思います。さらに冷静沈着な性格でもあられて、一つのことを長くやっていけるので、小室さんのことをですね、小室さんのことをずっと愛していけてきてるんじゃないかなと思います。目標に向かってまっしぐらに進められる性格なので、こうやって結婚まで無事に行けたんじゃないかと思います。そして生涯夫を引きつける魅力を持っていらっしゃいます。だからずっと愛され続けることだと思います。ただ料理がそれほど得意ではないみたいで、料理以外のことは何でもこなせるということですね。注意していただきたいことは、胃腸系にちょっと注意をしていただきたいので、定期的に人間ドックなどに入っていただくことを怠らないようにしていただけたらなと思います。とにかくものすごく強くって、そしてこれから先もどんどん開けていく運勢を持っていらっしゃるので、アメリカに行かれても明るい
未来が待っていると思います。一方小室圭さん、1991年10月5日の生まれで格宿と言います。この方はずっと勉強をちっちゃい時からしてきたんじゃないかなと思います。勉強が大好き、とにかく頭がいい、そして仕事に関しては、すごく上昇したいっていう気持ちがいっぱいあって、その気持ちの通り上昇していって成功される方です。ただ人を踏み台にしても上がっていきたいっていうようなところも一部であります。自分がとにかく大切な方で、自分の思った通りにやっていきたい、そういう、方なんですが、やっぱり頑固なところがあります。だからお二人が喧嘩することがあるとすれば、お二人の主張が、もう和解できなくてもうこう対立し合うっていうようなこともあるかもしれませんが、でも小室さんは眞子さまのことがもうとにかく大好きで大好きで、魅了されておりますので、結局夫の方が謝って、円満に解決していくんじゃないかなと思います。ただ頑固といっても眞子さまと違って人の話を聞かないような部分があります。だから人の話をもうちょっとよく聞くような、そういう、姿勢を心がけていただけたらなと思います。この二人の関係なんですけども、筆宿が眞子さま、それで、格宿が小室さん、この関係、眞子さまから見ると、これは栄えるっていう、関係なので、この二人が一緒にいることによって、小室さんと一緒にいることによってますます栄えていく、繁栄していく、そういう関係であります。それから小室さんから見た眞子さまなんですけども、この関係は親親って言いますけども、親って書きます。この名の通り、小室さんが親になる、眞子さんの親になるような関係なんですね。だからもう利害関係なしの愛をもうとにかく注いでいく、そういう関係になると思います。これまではおそらく、小室さんのお母さんが一生懸命そのもう利害関係のない一途な愛を注いでこられたと思います。これからは小室さんが眞子さまにそういった自分が受けた愛情を注いでいかれるんじゃないかと思いますので、すごくうまくいく関係ではないかなと思います。眞子さまは言葉を省かれることがあるかと思います。だから短い言葉でおっしゃったりすることがあって、それが、小室さんが理解できないようなことがあったりするかもしれません。アメリカでやっぱり学ばれたりしてるから、すごく直接こう言ってくれなきゃわからないよみたいなところがあるんじゃないかなと思いますが、でそこで頑固同士が対立したとしても、眞子さまはとっても我慢強いので、ですから2人が別れることはありません。きっと多分小室さんが折れてですね、もう親のような気持ちで、で眞子ちゃんもにゃ眞子ちゃんもって言ってるかどうか分かりませんけどもそういう感じでもうしっかりもう話さないと思います。だからベリーグッドです。